おい、どうよ。え、ほら、ほら、いやー、収まりがいい。収まりいいでしょ。全然いいで、そこね、突き当たり左カーブ、はい、で、ここ左に曲がってるんだ。これね、ハンドル、タイヤのグリップ上がってるから、ハンドル切る量が小さくなってるでしょ。確かにそうかもしれないほら、言われた通りそうかもしれない。いや、これタイヤのグリップ上がってんぜ。で、アクセル踏んでってみ。どう、エンジンの音の上がり静かでしょ。本当だ。いや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 、ほら、マンホール踏んでってみ。すごい、嬉しくない、これ。これ本当ですか、これ。うん、これ本当だって。いや、買いましょうこれ、これ笑え、買いましょう。笑えるでしょ、これ。こんなに違うの。うん、そうなんだ、聞いてるんだ。でね、今トラックで見えないけど、はい、50メートル先に左側に極悪マンホールが出てくるんだよ。この、これ極悪マンホール、これ踏んでってみ。どうよ。いや、全然違う本当に違う本当違うでしょ。そこそこ左、はい。こんなに違うのこんなに違うのよ車すっごい経過でしょ。すごい。わずかにこのボトルをここに置いただけだよね。で、じゃあ今置いとくから、ついでにもう動画撮りっぱで走り出して外してあげるよ、はい、外すとね、ちゃんと元に戻る。本当ですか。で、その時に気をつけなきゃいけないのは、このボトルの置く場所をどこに置くかなんで。下手なところに置いてるとやっぱり効いちゃうね。ああ、そうですか。だからそいつを効かないところの、こういうところに置いとくと、はい、なんかね、途端に元の車にちゃんと戻ってくる、安心してください。本当ですよ。全然細工はしてないですから大丈夫です。本当ですか。うん、これ今行きますよね。で、今でアクセルの、ね、初期の今立ち上がり踏みましたよね、はい、こんな感じで、ね、あとシフトアップの感じね、はい、この感じを覚えておくんだ。で、こうやって行きますよね。まあちょっと速度が遅いんだけど、これちょっと外します。で、これを外して、どっか他の、じゃあ、まあこの辺に私が、どう、ほら、ああ、段差、段差が違う、全然違う。どう思う。アクセルも重たい。重たいだろ。そこマンホールあるから踏んでってね。これもう全然違うでしょ、ほら。こんなに違うの。ほら、ほんと違いますよ、ほら。ああ、じゃあ置いてみるね。置いたよ。これね、この辺あたりがコマンホールあり。嬉しくね。いや、すごいおかしいでしょ。何これ。おかしいでしょほら、俺今のところすごい、全然違うよ。だからどうもね、もともとの自動車の設計したときに、はい、こうなってほしいなっていう感じに言ってると、今のだってすんげえ高級車っぽくなった。そう、まるっきり軽とは思えない思えないよね、乗り心地朝からユニークでしょ。いやいや、目が覚めちゃいましたね、これ。これ、これですよ。おかしいよね。今これ外しといた状態で、はい、そこのカーブを左に曲がってみるね。ちょっとボリューム落とさせてくれる、はい、行きますよね。そこのカーブだから、さっき一回左カーブ曲がったよね、直角カーブね、はい、今なしで左カーブを曲がるわけで、多分ハンドルの切る量とか、その全体のイメージ持ってみ。多分ここでまた切り出すよ。ほら、ね、外側に行こうとするからね。ほらもう全然元に戻ってるでしょ。ちょっと重たく感じるもんね。でしょ。で、こいつをここに置くだ。こうやってラジエーターのところに、で、こうやってやると多分また一気に、もう、ああ、本当だ。収まりがいい。じゃあここ左、ここ左。これはちょっとドーピングだな。ドーピングだね。ドーピングですね。いや、最初のガードレールの切れ目を左にね。はい、こんなに違うの。うん。何なんでしょうね。何なんでしょう。いやー、すげえ。もうね、ここ走ってる時に美しいよね、なんかね。全然違う、全然違うゆっくり、あの車ね、お隣の家でバックで車庫に入れるから、はい、少しここでスタンバイしてやろうか。そうするとあの人安心して車庫入れするから、はい、いやー、だって普通バタ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 しちゃっててしますよねちょっとね、3番足回り悪いなと思ってたんですけど。だからこれはやっぱりね、ある程度足回りが悪いっていうのは、あ、もう一台だ。
悪いというよりももう箱、はい、箱の車の宿命だよ。ああなるほど、うん、だから例えばこの形で潜水艦を作ったとするじゃん、はい、やっぱり海の中でロケットみたいな格好してる潜水艦とは違う動きをする。そうですよね、多分そういうことだと思う。はあ、じゃああそこバックで置いてくれる。はい、こんなに違うの。もうね、ここをハンドル切ってる時でも、はい、生き生きしてるよね。ああ、そうっすね。タイヤグリップしてて全然違いますね。おかしいでしょ。ってな感じでございます。これやられちゃいましたね。じゃあそういうことちょっと冷やしてから入れるな。はい、はい、いやすげえ。びっくりっす。